試合前に神戸市会議員ながせたけし様より選手権試合宣言でございます。認定書、この試合は BWF が認定するアジアタッグ選手権試合であることをここに宣言する。2014年1月26日太平洋岸レスリング同盟会長ドリー・ファンク・ジュニア代表ながせたけしです。続きましてチャンピオン鈴木小太郎選手、青木淳選手よりチャンピオンベルトの返還です。ありがとうございます。